入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの山城です。マナビズムの矢沢です。どうもこんにちは、よろしくお願いします。歯切れがいいですね。歯切れがいいですね。素晴らしいですね。だいぶ意識してますね。今回なんですけれども、はい、入試本番の日にですね、はい、まあ試験受けるまでにですね、まあもちろん何かしら勉強する場合がね、多いと思うんですけども、まあすると思うんですけども、一体どんな勉強すればいいかと、ほう、もう直前ですから、それこそ本当に なんやかんやと、いろんな子が言ってると思うんですけど、まあ、特に何をすればいいかというご質問なんですね。はい、はい、なるほど、なるほどですね。うん、英語からいきましょうか。はい、何してるのかな。なるほど、決まってましたよ。てか決めてることが大事ですね。うん、試験直前にこれするっていうの決まってないの結構きついんで、もうこれをもう試験直前は見とくだけ、うん、っていうのは非常に重要ですけどね。自分が知ってたかどうか覚えてないですけど、伝えてるのは、はい、慣れ親しんだ読み慣れた英語の読めとは一緒です。英語に関しては僕は全く一緒です。一緒ですか。全く一緒です。じゃあ僕やってましたけど、僕は現役にしてましたけど、はい、そう言ってます。一緒です。英文完璧に予習したやつ、結構いつもの、うん、なんていうのだっていう、まあ、前回のね過去問の復習の仕方でしたけど、うん、僕は、志望校の過去問を自分で人に伝えれるぐらいまで、復習ぐわーやって書いて完璧に書かれたものを、ずっと読んでましたね、うんうん、音読もしてました。それは、うんうんうん、やってましたね。でそれなんか儀式みたいな、うんうんうん、英語の試験の前は、20分前ぐらいからずっとそれ読んで、うん、試験始まるみたいな、うんうんうん、っていう風にしてましたね。それしかないんだ、まあ、英単語覚えてないから英単語やる、まあ、英単語帳も持って行ってたな。まあ、出てたね、うん、ボロボロになってるからね、他の受験生の味覚になるからね、うん、もうボロボロじゃなかったら持っていかないけどですね、うんうんうん、そんなとこかな、うん、英語はそうでしょ、うんうん、国語これはね、現代文はね、現代文キーワード読解だったね、うん、Z 会出版の現代文キーワード読解です。ここに画像をね、出してくれてる現代文キーワード読解なんですけど、うん、要約をしてました、うんうん、それが一番結局現代文って伸びるから、うん、文章の要約を、本番直前までいろんな文章の要約してましたね、うんうん、もう現代文キーワード読解もすごい短文なんですけど、それを要約するっていうようなね、うん、参考書なんですけど、うん、だから別にその参考書持ってなかったら自分で、過去問やってその過去問を要約、したものも持ち歩いてっていう形でもいいかもしれません、うん、ただ1台じゃないもんね、うん、1台やったらそれきついかなと思いますから、うん、まあおすすめしときます。現代文キーワード読解、うん、な古文、うん、何する？古文も慣れ親しんだ文章じゃない、やっぱ英言語は慣れ親しんだ文章じゃないかな、うん、そのさっき言った現代文キーワード感、僕は慣れ親しんでたから持って行ってました、はいはい、うん、だからやっぱ文章系は慣れ親しんだ文章を、うん、読解系は慣れ親しんだ文章を直前に読むじゃないですかね、うん、読解のもう最終的なメンテナンスをするっていう感じになるんじゃないですかね。あとは古文だったら出典かな、うん、出典もうこの話来たらこういうオチみたいなね、うん、うん、かな、もう土佐日記出てきたら娘死んで悲しんでるみたいなね、うんうん、っていうのを知っといたら本番バッツの点数上がるようなやつもあるから、うん、そういうののチェックかな、まあ、それは参考書としては富井の古文読解を始めから丁寧にという参考書の別冊に50台ぐらいね、頻度の高い出典が載ってるので、それをやるといいんじゃないでしょうか。なるほど、うん、英言語終わりました、うん、数学、うん、偉そうなこと言えないですけどね、数学に関しては、公式集と解放パターン集を見直すことじゃないでしょうか。もうこれこう問われたらこれこの引き出しから開ける、うん、
っていうのの、知識の整理を、最後まですることかなと思います。問題といってもしゃあないからね、多分、うんうん、っていうことかなと思いますね、うん、なとこですかね。そうですね。社会理科、社会理科に関しても一緒です。まとめますけど、前回の動画で、過去問の復習の話もしてましたけど、特に苦手なところを、うん、参考書で付箋貼っといてそこだけ見るとか、うん、特に苦手なところだけをまとめたプリントを最初にもう1月の段階で作っといて、うん、2月あの本番でそれ持っていくっていう、うん、形がいいんじゃないかなっていう。そうですね、うん、はい、以上です。それではこの動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。マラミズムの LINE アット公式アカウントができました。 LINE では YouTube では上げられないような本年度のカンカンの同率のアラバンクの情報などたくさん配信しておりますので、ぜひぜひお友達登録よろしくお願いします。登録方法はアットマナビズムで検索、 MANAVIISM です。ちなみにアットから検索しないと出てこないので注意するようにしてください。カンカン同率専門塾マナビズムの期間限定の講習のお知らせはこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォンの方は右上の i のボタン、もしくは動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いします。どうしてもマナビズムに通えない、そういう子は我々マナビズムの講師陣が出向しているカンカン同率専門在宅予備校カンヨビよりお問い合わせお願いします。スマートフォンの方はこちらも右上の i のボタン、下の動画説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらから飛ぶようにお願いいたします。パソコンの方はこちらのチャンネル登録ボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は下のチャンネル登録のボタンを押してチャンネル登録するようにお願いいたします。